富士山の保全協力金、いわゆる入山料について、対象を山頂を目指す登山者から5合目の少し先まで訪れた観光客へ拡大することになりました。今年の夏山シーズンから実施されます。今日、沼津市で開かれた会議には、静岡、山梨の両県知事が出席し、富士山の保全について話し合いました。山頂を目指す登山者という表現から、5合目から先に立ち入る来訪者と変更することが適当であるとの結論を得ました。協議会では富士山の入山料の対象について登山者だけでなくハイキング客などにまで広げることを説明し了承されました。徴収の方法は従来通り、金額は1人原則1000円で任意であることは変わりません。入山料をめぐっては静岡県側では協力率が 50% 程度にとどまっていて改善が求められています。しかし金額が変わらず強制的に徴収しないことについて地元などからは疑問の声が上がっていました。専門家が今回若干のですね、協力しやすいようなそういうまとめ方をしていただきましたので、これを尊重してですね、で今後、より多くの方々に、協力していただいて、協力率も上げていきたいと。今回決められた入山料のルールについては次の登山シーズンから実施されることになります。